はい、こんにちは、ピカですけどね。G29。2回続けてね、レビューしてきました。2つの動画ね、概要欄貼っとくんで、そちらの方もご覧ください。そしてね、こちら、私3万2000円ぐらいで買ったんですけど、これよりね、まぁ、ちょっと1万円ちょっとぐらいかな。今5万円くらいしちゃうのかな。円高の関係で。一時期はね、4万5000円ぐらいで買えたんだけど、まぁ、1万円ぐらい高かったんだけど、今はちょっと2万円ぐらい高いですね。これの後継といいますか、新しいね、G923 っていうね、ファンコン。こちらの方をね、今日レビューしていきたいと思います。なんとね、G923、私ね、以前レビューした動画もあるんですけど、まあ持ってたんですけどね、ちょっと、開けちゃってね、友達に。なので、ちょっと新しくまた買いました。今日はね、ファンコン初心者の土定番である、この G29 の後継として出てる、まあ後継なのかな？G923。これがね、どのくらい変わったのか、やっていきたいと思います。もう直接対決ということで、もうね、パパッと比べてね、どうなのかっていうのをやっていきたいと思います。それではね、やっていきたいと思います。まずはちょっと開封しますけど、もう一回開封やってっからな。まあ、開封いらねえかな？いらねえかな？はい。じゃあちょっと開けちゃいますね。電源。電源もそんな変わってないのかな？はい。そして、何かですね。ペダル、保証書とかね、プレーシートの順ですね。以上。はい、こんな感じですね。じゃあちょっとね、違いを見ていこうか。違いをね、はい、まずはハンドル部分、何が違う？同じじゃね？同じ、この辺、色が変わっただけで金型同じじゃね？全部同じ。全部同じ。全く変わらない。全部同じだな。後ろはどうか。金型同じじゃね？同じだろ、これ。パドルも。パドルの音も一緒。あ、スイッチのところがなくなってますね。ここにね、G29 の方は PS4、PS3 のね、切り替えがあったんですけど、こっちなくなってる。はい。裏は？やべ、変わってねえ。何にも変わってない。マジで？マジ？何にも変わってなくね？何にも変わってない。やばくね、これ。中身変わってんのかな？あ、中身変わってるね。開けてみたいけど、なんかね、ギアなりがこっちの方が大きいね。923の方が大きいね。こっちなんかギアなりが、ちょっと使い込んだだけかな。わかんないですね。けど、外観上の違いは色だけっていうね。ああ、そうだったんだ。次、ペダル。なんか違う？何が違う？型同じじゃね？同じっぽいな。同じじゃね？何も、なんか横から見ても変わりがない感じがする。なんかクラッチ、むしろ G923 の方が軽い感じがするな。G923 の方が軽い。あ、同じか。待って。なんか、ストロークが、増えてる説があったんだけど。変わんねえよ。こうやって押したいんだけど、こうやって押したいんだけど、こうやって押すと硬さがわかるんだ。
どっちの硬さが高いか。ちょっとわかんない。いやいや。人間感じないレベルだよこれ。変わんない。あ。あ、ブレーキちょっと硬いかな。あ、ブレーキちょっと硬いね。ブレーキはちょっと硬くなってる。C923 の方がブレーキが硬い。あ、ブレーキ違う。ブレーキ変わった。G29 は、ここまでバネなのね。ここまでバネで、こっからゴムなのよ。バネ、ゴムっていうね、最新のやつが大体そうなんだけど、バネとゴムか、スポンジかな。まあ、ゴムっぽいけどな。バネで、こうなんていうかな。圧力出して、最後、ゴムで止めるみたいなね、感じ。G923 は、最初から硬い。最初硬くて、ずーっと硬くて、硬くなって、ただバネ。こっち、バネ、ゴムだね。おそらく。いや、もう、触った感じそうだね。確実に。うん。だから、変わってる。多分、アイレーシングはこっちの方がやりやすい。アイレーシングは。グランツーリスモはこっちの方がやりやすいね。うん、ちょっとやっぱりその性質があって、アイレーシングなんかは8割ぐらいのところで結構ブレーキを常にね、8割以上踏むとロックするみたいな、この、だからゴムに当たるところで8割に設定しとくと、これで覚えやすいのよ。これ以上踏むとロック気味になるとかっていう、ちょっとリアを滑らせるときはブレーキをね、ロック気味に踏んどいて、リアが、フロント荷重かけといて、リアをね、ロック気味にするみたいな微妙なコントロールが、このバネゴム G29 タイプの方が、まあ、理屈としてはいいんだよね。し、今、なんか、競技シーン、その PC のね、e スポーツの、まあ、アイレーシングとかの競技シーンでは、これがいいと思いますね。ただ、その他のアイレーシング以外のものは、結構ね、最初の動力が必要っていうか、最初に結構踏まなきゃいけないってね。グランツーリスモも R ファクターもそうなんだけど、それにはこっちの方がいいかなっていうね。まあ、使い分ければいいかなっていう感じはする。けども、それ以外の違いは、ストロークに違いがあるって言ってたけど、全然ない。うん。むしろ、ブレーキに違いがありましたというところですね。はい。ここまでは見た目のレビューです。ここからね、まあ、比較しながらね、やっていきたいと思います。はい、それではね、ちょっと繋いできました。まずは PC に繋がずに、ソフトウェアのバージョンとかも何のアップもせず、ただ繋いだ状態ですね。グランツーリスモ7で、まずはただ繋いだ状態やってみたいと思います。はい、まずはちょっとロードスターでね、やってみよう。マニュアルですね。ブレーキが、確かに硬い。でね、ただのバネみたいな、奥の方が硬い、ただのバネになったね。G29 のブレーキは、途中でね、なんかゴムに当たる。バネ、ゴム、ゴム押し込むみたいな感じだったけど、これはもうずーっとバネで、でもね、結構なんだろうな、巻き数が少ないのかな、感じだね。初期が結構柔らかくて、奥に行くと結構硬くなるっていうタイプのバネがついてますね。なるほどね。お、これはすごいね。これはすごい。まあだから、どっちがいいとは言い切れんけど、まあ俺はゴム、うん、でもゴムだとね、その最後のところのこのぐらい、最後のこのぐらいの感じが違うんだよね。これがもう結構重くてずっとバネバネみたいな感じ。向こうは結構もうカチッって当たってゴムが結構強いんだよね。だからまあ奥まで柔らかいっていうか、まあ硬いんだけどゴムよりは奥が柔らかいっていうイメージですよね。まあでもかといってじゃあ8割のところ9割のところここで結構こう繰り返し同じブレーキが踏めないのか踏めるのかって言ったら、まあ踏めるっちゃ踏めるよね。こうやってパッパッパって踏み替えててもパッてパッてだいたい同じ硬さでっていう意味で言うとバネの選択としてはまあゴムではなくしてちょっとフィーリングはねゴムに近いような奥がすごい硬いっていう感じのバネになってるってところですね。あ、言うの忘れた。こちらのねここ見えますか、シフターがあるんですけど、これねシフターは G29 のシフターがそのままつきますね。 G29 のシフターってわけじゃないみたいだけどこれつきますね。これがちょっとなんかね動いちゃうんだけどねこれ。はい、こんな感じ1 1 2 3 4 5 6っ
たいなね。はい、じゃあハンクラまず出してみよう。クラッチはまあハンクラはあるよね。こうやってここハンクラだよね。アクセル踏むと滑ってっちゃうみたいな。でも前には進んでいくっていうハンクラがあってここで繋がるみたいな感じ。はいはいはい、いいっすね。ハンドル、ハンドルはちょっとどうだろうな。ハンドルね、 G29 にはちょっとセンターのね、なんかちょっと嫌な感じっていうか遊びみたいな、なんかフォースフィードバックの遊びみたいなのがねセンター付近に G29 はあったんだけど、この辺ね、それが比較的ちょっと少なくなってるね。ギアがちょっと変わったのかなって。おーおー、フォースフィードバックがちょっと変わってるな。はい、でロジクールのロジテックなのかなこれは、わかんないんだけど、あのアメリカの会社名ロジテックって言って、ロジテックっていう会社が日本にあったため、日本ではロジテックを名乗れずロジクールっていう名前に、ね、なっておりますが、うん、まあ、ロジクールのハンコンはね、このフォースフィードバックをなんだろうな、ヨーモーメント、ヨーの大きさがイコールこうなんかね、トルクの強さみたいなところがあったんだけど、普通のハンコン今の流行りは、まあ、先端応力っていうかね、まあ、ほとんど変わりねえだろお前っていうことはあるんだけど、いやそこ若干変わってて、まあ、感じとしてね、俺が実際そうかもしれない、私の個人的な意見ですよね、完全にとして、なんか用を感じる、ね、用の大きさを感じるんだよね。でも G29 よりでね、 G29 はもうちょっといくと、その先がね結構なんか、ちょっといきなりシフトロックしてしまったこのねコーナリング中途中のところがこういうとこ、この進入からクリップ付近のところの、そのなんていうのかな、要はタイヤはどうなってるか、どのくらいグリップが残ってるかっていうのをとか、どのくらい最大グリップが出てる荷重がフロントにかかってるのかっていうことが、まあ分かりづらかったんだよね。なんかそこはこう平坦になってるっていうか、でも、うん、この辺そう入ってって、ちょっとニュートラル抜けてる、この辺、このぐらいのところ、コーナーの後半っていうか、まあ、クリップ付近、中盤から後半にかけてのところがすごくね、タイヤがどのぐらいグリップが残ってるかっていうか、どのぐらい圧がかかってるかっていうのがすごいわかるね。ちょっと流れすぎだろこれ、ちょっとこの車が、このぐらいのとこ、ほらほら、だから今それでこうフロントをね調整できるっていう、うん、これは進化してるね。あーでこれアンダーになってるじゃん今、なんだろうな、先端応力が増えてってねじってタイヤを、でそれ以上いくともうグリップしなくなって、アングルがね大きくなりすぎてアンダーになるとね、こうブルブル言ってね、結構ハンドル効くなこれこの車がね、カメラ変わっちゃったけど、うん、あこれはいいね。でそのアンダーが出るところまでもう結構しっかりとタイヤがどういう状態にあるかっていうことがもう分かるようになった。つまりね、G29 と全然違うハンコになってるよ、まあ、今っぽくなってる。で今そばだとちょっとねオーバースピード入ってアンダーを出したんだけど、アンダーが出た時がこのブルルルルっていうね、
ブルルルってこれがどうなのかっていうね、ブルルルっていうあれいらねえかなっていう感じはするよね。これはトゥルーホースなのかな、ちょっとわかんないけど、ブルルっていうのもまあ G29 にはなかったけどね、アンダーが出た時になんかすごい振動するっていう。これね、ブルルルってなるやつ、わざと思いっきりハンドル切ると、ね、スリッパングがつきすぎてアンダーなってるっていうね、そこでの表現としてはブルルルってなるっていう、でそこに至る過程だよねが G29 だと本当に初期のところはあって、コーナリング中どんどんこう何だろうかな、先端応力が増えてってるにもかかわらず、その何だろう、コースフィードバックが一定みたいなところがあって、こう先端応力増えてってこう曲がる力が増えてってるにもかかわらず、なんかこうフォースフィードバックが一定だから、どの辺で限界が来るか分かんない。で限界になったアンダーが出たところでも、車はアンダー出てるんだけど、なんとなくこう、まあ、多少ねそれが軽くなるっていうかさ、ハンドルが軽くなるぐらいで、まあ、それ以上のインフォメーションはなかったんだけど、これはねブルブルなるっていう、うん、まあその表現はともかくとして、その辺のねタイヤのグリップがどうなってるかっていうのを分かりやすくはなってるね、うん、まあこう価格差が今1万5000、2万円ぐらいあるんだけど、まあ、その価値があるかはまあ皆さんの判断だね。そして比較的やっぱりね、グランツーリスモでは良かったんだよね、 G29 の評価もね、何気にタイムもね、他のハンコンで出したタイムを抜くぐらいのねタイムが出てたし、うん、じゃあちょっとこの辺からリアを流し気味に行って、セルフステアとかね見ていこうかと、いつ流れなかったけどね、ちょっとこの車だと、ちょっと流し見で気味で行ってみようか。ああ、抜群にセルフが当たる。ちょっと待って、アンダーだよな。セルフがめちゃくちゃ当たる。ちょっと待って、この車だとやりづらいから NSX に変えよう。はい、 NSX 乗ってきました。あー、いいね、やっぱりね、しっかりとハンドルがある。フロントの接地感がすごい感じられる。先端応力の感じられる、どのくらいあるかっていう。おお、セルフがほらすごい当たる、実写っぽい。セルフの当たり方が G29 とは全然違う。ギアドライブのまあ多少ね、こうなんかギア感っていうのかな、パワステにあるけどね、古い電動パワステみたいなE89Z4 みたいな電動パワステ感あるね、実写で言うとすごい似てんだよな、この実写の電動パワステに。ああ、これより似てるわ。あ、ギア、面白い。あー、似て非なるもんだね。あの外観似てたけど G29 と全く違うもんだね、全く別物。これはいいよ。ただ値段がね、結論先に言っとくと、
結論先に言っとくと、あのこれ言っとかないとあんまりいいっててさ、あれだから、この値段を出すんだったら、でも T300 スラストマスターねの方が俺はいいと思うんだよね。特にグランツーリスモにはスラストマスター抜群の相性があるから、まあ、競技でね使われているハンコンがスラストマスターということで、スラストマスターも相当ね力入れてるんで、それに比べたらトルクもねちょっと少ないし、でもホースフィードバックのこうなんとか質感っていうか全体的なこう品質質っていうかに関しては、まあ、これはこれだけでやってる分には比較しなければもう全然問題がない。うん、だからこれね実はアメリカですごい結構安く売られてて、300ドル台ぐらいで売られてたりとかするハンコンなんだよね。で G29 と同じぐらいの値段で売られてることもあったりとかしたんで、むしろ G29 より安く売られてることもあったんで、って考えたら全然ありだと思いますね、その値段だったらね。ただ5万円以上出すんだったら5万円台でね T300 買えちゃうってなると、ちょっとこれのね存在意義が薄くなっちゃうっていうね。だったら3万円のいやー G29 でいいやみたいなね。ところはあるけど、でも明らかに確かに値段の差はある、うん、だからちょっとね、だからなんだろうな、値段的にいいところ行ってんだよね。 T300 の方がちょっとこれより高いで、シフターとかも込みになるとこっちの方が 2,3 万安いってなるとね、 T300RS がいて、まあこの G923 がいて、そしてまあ G29 があるっていうようなこの段階の流れっていうのはあるね。まあロジクールが好き、ロジテックが好きっていう人たちの中でのまあ入門編としては、まあ、どっちを進めるかっていうのはもう値段によるよね。確かに値段だけの差がありますっていうことは言えますね。ちょっとまだあと PC につないでやってみないといけないんで、その辺も、まあ、多少ねこういうところでガタガタり取り付けがね T300 の方はもうネジでガツっていけるしっていうところがあってね、こういうこれは2万5000円で買ったプレイシートのチャレンジっていうシートなんだけど、折りたためるね、まあ、これなんかにつけるんであれば、まあそうだね、俺だったらこれを買う値段、これがね3万円台で売ってるんだったら俺絶対これ買う。 G29 と値段を比べて値段差が G29 とほぼないとか5000円とか、まあ、1万円差ぐらいまでだったら、まあ、G923買いますね。うん、だから値段差によるんだよねそこの価値変化が。まあ、並びとしては T300G923G29 っていうのもこの並び、やっぱり T300 が良くて G29 との間ぐらいっていう感じ、むしろ T300 よりなんですよこれはね。そうなるとやっぱりこう拡張性とか、向こうはハンドルも変えられるし、シフターもねもっと本格的なシフターが、まあ値段はするんだけどね、こっちは1万円以下で買えるのかな、だけど向こうは2万とか3万円、今ちょっと高いな、3万円ぐらいするのかなシフターだけでとかしちゃうってことを考えたら、まあ本当にこうシフターも含めて一括丸々全部で5万円で揃ったらこっちかなっていう。でシフターとかクラッチも全部欲しくてっていう、で向こうだと9万円ぐらいかかっちゃうのかな、うん、だから約半額ぐらいに。 T300RS の方だとシフター込みだと多分8万円から下手すると9万円近いと思うんだよね、うん、でこれだったらまあ今だと5万円、これだと5万円プラス6万5千円ぐらいで買えるのかな、うん、だからその値段差があるのかって言われたらまあそうだよねってなるよね。もうちょっとだから5万5千円、5万円ぐらいでシフターセットで923が買えればまあいいかなっていうね、うん、でそれちょっと買えないわっていう人は G29 でもいいかなっていう、そんな位置ですね。ちょっと PC につないでねアップデートして問題がないかだけ確認させてもらいます。はい、ということでアップデートはこのね G ハブにつなぎますけど、 G ハブっていうの合ってんの、呼び方合ってる、なんでずっとアニメーションしてんだけどこの人、どういうことですか、何ですかこれ、どうしたんですか。
どうされました？すいません、あのもしもし、ずっとアニメーションしてるんですけど、え、どうされました？え、何かありました？あ、いた。はいはい、ということでこんな感じでね、これだね、デバイスの設定ということで、ファームウェアがね最新であるということになってます。最新のねソフトウェアであるってことが確認できたので、じゃあねちょっとグランツーリスムに戻ってタイムアタックやっていきたいと思います。じゃあ実際ねどうなのかと、早く走れるのかっていうのをちょっと俺なりにねやっていきたいと思います。サーキットエクスペリエンスの北コースをやっていこう。この第一セクターね、私が39秒362っていうのをね、まあ何回か軽くね G29 でやって出たんだよね、5回ぐらいかな。なのでこれでそれがね抜けるかどうか、どのくらいのタイムがパッと出るのかっていうのをやっていこう。うん、ブレーキがな、これちょっと重いな。いやーちょっと後々に回ったな。ブレーキが重いのに慣れるのに、しっかり奥まで触れるんだこっちの方が。確かに慣れればブレーキがちょっと待って、ここがここがちょっと待って、なんでなんでなんでそういうことか。うん、ちょっと待って、4速にこれが4速に入ってんだな、シフターが4速に入ってるからちょっとなんかおかしなことになるんだな、ギアが。ブレーキいいよ、なるほどね、そういうことか、ブレーキはめっちゃしっかり踏めるよ奥まで。ゴムがに当たってるとちょっとやっぱ踏みづらいんだな奥まで。まあちょっとこのドライバーの全然寄せられるもん、ここはブレーキが速い。このね視点に、コックピット視点にこだわっていこうシルバー。いいよ、ブレーキはだいぶ慣れてきた。全開できるの、ちょい戻し、あそこ全開で行きたいけど、ブレーキは全然詰められる。何だったか、まだいけるな全然。わあ、ニューレコード出た。やっぱねブレーキ踏めるね、ブレーキが踏める。何が違うかってね、やっぱりねバネバネの方がグランツーリスもいいね。うん、やっぱりこうブレーキがバネゴムってやると、その一回そこでさ段差があるわけよ。だけどある意味実写じゃなくてゲームだからっていうところの、そのブレーキのね判別がゲームっぽいから、そこはもうとにかくバネとゴムの違い、バネレートのがこう変わるっていうかさ、よりは一定のリニアなバネっていう方が、まあ、ゲームとしてはやりやすいんだろうね。
まあ、このゲームとしてはやりやすいってことだ。ただアイレーシングなんかだと8割方でいかないとロックするっていうところがあるから、そういうゲームだとこれよりもそのバネゴムっていうそのロックっていう部分のことを考えるんだったらってなるよね。だからこう ABS ありかなしかによっても違うっていう部分もあるし、うん、だと思いますね。はい、すげえもう一回ぐらいやりたい気分なんだけど。おこれ早いわ、38秒台入るなこれ。はい、ということであそこから5回目ぐらいかな、もうちょっと出ましたね。これの方が全然タイムが出る。これね、正直ブレーキだなこれブレーキ間違いなく、だってブレーキで詰めてるもんで 思いっきり踏んでもブレーキがロックしないし曲がるし、全然なんかインチキインチキじゃないけどそんな感じですよね。まだもっとブレーキ詰められるもんね。だったら38秒5ぐらい出んじゃない、うん、多分だから1秒ぐらいはいけるな、ゴールドのタイムからね。38秒6とか結構ギリだけどね。トラックリミットも結構甘いから、もっとトラックリミットでいけるよね。はい、ということでやってきましたけど、いかがだったでしょうかね。まあ G923再レビューするとやっぱりなんかいいっすよね。この G29 からは明らかに進化してるっていうのは、 G29 との比較はねしてなくて T300 との比較をしちゃったから、まあ前回のレビューはねちょっと結構酷評になってしまったんだけど、だから T300 で、しかも俺6万3000円で買ったんです最初ね。確かに6万4000円ぐらい T300 よりある意味高い値段で買ってこれかよってなったんだよね。そこの部分がちょっとあれでしたけどね、まあ、調べてみるとね300ドルぐらいだったんでアメリカではね。なのでまあ日本で4万円ぐらいで買えて、4万5000円ぐらいでね、その G29 と T300 の間ぐらいの機種って考えたらいいと思いますね。特にこうグランツーリスモにはいいね、このブレーキがね、このバネは全然いいね。ただまあなんだろうな、 ABS オフだとちょっとこれでどうなのかなっていうところはあるけど、これでタイムは出ましたよね。確かにここからね、また PC につないでレビューもしていきたいと思います。PC では、まあ、いろんな、ね、ソフトが動くかどうかっていうのもあるんだけど、PC でのフィーリングが特にいろいろ違うと思うんでね、その辺のレビューをしていきたいと思います。で、注目ポイントとしては G29 がアイレーシングでやった場合ね、こうセンター付近のなんか嫌なね、フォースフィードバックの遊びがあるっていうのかな、うん、この辺がなんかすごいハンドルがなくてフォースフィードバックがなくて、すごいこうセルフも当たりづらくて運転しづらかったっていうところが、この G923 でどのぐらいね PC につないでそのレースシーンに出たとしても使えるのかっていうところがポイントになると思います。なんで、まあ、G29 と比べてかなり良くなってはいるんだけど、じゃあ PC につないでね本当にアイレーシングでまともにね これで戦えるスペックがあるのかどうかっていうねところですよね。はい、そしてね、またちょっとこれもねまとめてブログをね作ろうとしてますんで、またブログができたら紹介したいと思います。はい、ということでまたねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。